でさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には5番バッター栗。打ちました、浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。初球から積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。打ち上げました、ここはフライになっています。構えます、初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。これから7回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。菅原。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。ファウルになります。これが4球目。打ち上げた、この打球はフライになっています。落下点に入ります。4球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは8番山下、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなしです。低めの球148キロ、ボールになります。打ちました、これは三塁側のスタンドに入ります。大きく外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは9番牧師、今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャーもリードに悩むでしょうね。うん、そうですね。さあバッテリーどう抑えてくるか。これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには代打の水口。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。うん、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあまず1球目、初球大きく外れています。ファウルになります。ランナースタート、ヒットエンドラン、ショートの横抜けた、バックホームする、これで3連打、ワンアウトランナー3塁1塁。初球打ち、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは3番デイビス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが構えます、取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。バファローズ8回の表、さあバッターは小栗。この打席シーズン最多ホームランのタイ記録に並ぶことはできるんでしょうか。初球ボール、打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。打順は5番栗、先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いい当たり、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターは6番羽田、今日は2本のホームランを放っています。初球打ち、ヒットになった、
三塁を待っていく。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。イーグルスもうこれ以上点はやれません。バッターボックス村上。初球打ち、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。菅原が掴んで2アウト。バッターボックス山下、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、引っ張った、サードゴロ、サード取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バファローズのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。打ちました、左中間に大きな打球。さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。レフトへ上がりすぎたか、この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックス山本、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい、ジャストミート、ぐんぐん伸びる、伸びていく、入った、ホームラン。山本今シーズン第6号のツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。イーグルス追加点を許します。打順は3番デイビス。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。バッターは DH 小栗、今日は3本のホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。引っ張った、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バファローズのリード広がっ、残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。これぐらい一歩、
照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。ホットモットフィールド神戸からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対ライオンズ、マウンドに上がるのは先発のニール。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。荒井打席に入ります。前回のゲームで猛打賞を記録しています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。甘い球だったんですけどね。打ち損じですよね。そうですね。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン、先制ホームランです。バファローズ初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。バファローズ1点を先制しました。1対0。ここ一番の集中力が光ります。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。先頭打者ホームランが飛び出しました。バッターは注目のルーキー山本。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちました。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。打ちました。痛烈な打球。切れました。ファウルボール。今の球は仕留めたかったですよね。そのようですね。またファウル。ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じでしたね。振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターはデイビス。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトランナーなし。さて、好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のライオンズは3位です。真ん中打ちました。切れていきます。ファウル。ボールカウントは2ストライクです。真ん中打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ここもファウルです。低め外れました。膝元をつきましたが外れました。この球は外れています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。これもファウル。打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。この打席でホームランが出ればシーズンホームラン記録に並ぶことになります。想像つかめるチャンスではないので、なんとか達成してほしいですね。はい、ファン注目の打席となっています。アウトコース、これは見送ってボールです。バッターボックスの小栗、今シーズンの得点圏打率は5割3分9厘となっています。いやー、打ってますよね。さすが4番。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。この打席でシーズン本塁打記録は達成できませんでした。次が2球目、外れていきます。次が3球目、打ちました。いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な、ライト見送った。ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。頼りになる男がやってくれました。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これは初回から確実に攻めていきます。バッターは注目のルーキー多田。昨日のゲームでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。バファローズさらに得点を挙げ引き離しています。真ん中へ、
これはちょっと手が出ないですよね。はい、外のストレートがストライク、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ5対0。見事な一発が飛び出しました。ご覧いただきましょう、ここで追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは古久保、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、バファローズホームランで得点を挙げています。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。2回裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー水口、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで2回の攻撃に入りました。赤星さん、もちろん先頭バッターまずは出塁したいですよね。まあ当然そうですよね。まあ今日はいい形で点を取れてますから、この回も期待したいですよね。そうですね。痛烈、これはどうか、センターに抜ける、先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って新井、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。ランナー飛び出して、ランナー挟まれた、二塁へ、タッチはアウト、誘い出されてしまいました。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、山川一塁そのまま入ってアウト。打順は2番山本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。打ちました、痛烈、入れました、ファールボールです。ノーボールワンストライクです。空振り、あっという間にツーストライクです。打ちました、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。金子が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えて、赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね、甘い球を見逃しません。ドカーン、これは入りますね。スタンド一直線、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ6対0になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。その差を6点と突き放しました。さあバッターは小栗、この打席シーズン最多ホームランのタイ記録に並ぶことはできるんでしょうか。打った、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、ライトオーバー、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで50試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。まず大きく外れてボールになりました。真ん中打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。バッターの栗、今シーズン得点圏での打率は6割。引っ張った、ヒットになった、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、7対0バファローズ。ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは中塚。さあマウンドを任されたのは中塚、今シーズン16試合目の登板です。
さあ赤星さん、この場面で出てきましたね。まあバッターとしては嫌でしょうけど、しっかりボールを見極めていきたいですね。打ちました。セカンド取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。バッターは7番村上、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょう。打ちました。これはどうだ、ボールを拾って一塁送球、アウト。ここは送球が間に合っています。打席には1番バッター古久保、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。強い打球、打球は切れてスタート、切りました。ファールボールです。引っ張った、中村、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には9番バッター水口、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、8対0、バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには2番山本。さて今日のライオンズの先発は序盤大量失点で交代、打ちました、高く上がった、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、9対0、バファローズなおもチャンスです。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、はい、一発打ってリードもしてますんで。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0、らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。打った、取りました、ワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録は達成できませんでした。初球大きく外れています。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、変化球を打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。打席には6番バッター羽田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズこの回7人目のバッターになります。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン、三塁回って今ホームイン、12対0、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打席には7番バッター村上、バファローズホームランで得点を挙げています。初球ストライク、2球目は何で来るか、ノーボール2ストライクです。低め外れました。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、2アウトランナー2塁、打順は8番古久保、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットで打ちました、いい当たりだ、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームラン、
これがチーム7本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ14対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。ライオンズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは奥羽、今シーズン16試合目の登板です。打ちました。伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁、打順は1番に帰ります。バッター新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。これが1球目、ファウルです。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。西さん、これくらいの大量リードですと、リードしている側の選手の心境にも変化があると思うんですが、いかがですか？いや、とにかくね、雑にならないことですね。明日以降に響きますからね。そうですね、気を引き締めてプレーしてほしいですよね。打った、源田取って、ワンアウト。バッターは DH 小栗、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。黒羽、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが、ツーアウトとなっています。バッターボックスには5番、栗、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで、今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。打った、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。5回終わって14対1、バファローズ。6回の裏バファローズの攻撃、打順は6番、羽田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対6。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打順は7番、村上、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。外への変化球外れました。ボール先行です。打ちました。これは行くでしょうね。ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。さあバッターは古久保。西さん、それにしてもよく打ちますよね。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ50号となるのか。インコース、これは外れます。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。打ちました、切りました。ファウルボールです。打ちました、浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。5球目打っていきましたが、レフト掴んでワンアウト。打順は9番、水口、今日はここまで猛打賞を記録しています。
まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。ワンアウトになっています。さてバッターボックスの水口、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ目の覚めるような、打ちました。これは大きい、伸びていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しい。打ちました、これはどうか、源田一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターは2番山本。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、高い打球右中間へ、ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが。しっかり捉えた、伸びていく、打球を追っているが、これはどうだ、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達、今日2本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。これが初球、甘い変化球になりましたが、これは入っています。これは内へ外れます。ストライク、ワンボールツーストライクです。高めのボール打ちました、打球は右中間へ、ここはフライになっています。ライトがセカンドランナータッチアップ、この打席でシーズン本塁打記録は達成できませんでした。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに、さあマウンドを任されたのは大石、今シーズン20試合目の登板です。打った、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスには6番加田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、真ん中に入ってきたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。オリックスバファローズ、ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスには7番村上、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。これで3連打、ワンアウトランナー一塁となりました。キレがありますよね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。ノーボールツーストライク、真ん中打ちました、切れました、ファールボール。甘い球だったんですけどね。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、伸びていく伸びていく、レフト見送った、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは9番水口、今日はここまで4安打を記録しています。いや今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。際どかったですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。打ちました、3球目打っていきましたが2アウトとなっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、取りました、
1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、打席には2番バッター山本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打った、高く上がった、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。今日3本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだ。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。このホームランでシーズン本塁打記録を達成。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、これぞ4番という仕事をしてくれました。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の野田。さあマウンドに上がったのは野田、今シーズン13試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。ファウルです。真ん中へ、あっという間にツーストライクです。打ち上げました。構えます。3球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。6番バッター多田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてます。初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。バットは動きません。よく見ています。ツーボールツーストライクです。三遊間、源田取って、一塁アウト。バッターボックスは8番古久保、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、レフトセンター見送った、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスには9番水口。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日4本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターボックスの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分5厘となっています。いや、すごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強みですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。打ちました、
ットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。2番バッター山本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。一塁はセーフ。初球大きく外れています。外れていきます。ボール先行です。一塁牽制セーフ。打ちました。痛烈な打球。大きな打球になった。ライト下がっていく。下が入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで4試合連続のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには3番デイビス。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。高めに大きく外れています。ボール先行です。打ちました。レフト下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。ライオンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは平井。さあこの打席でシーズンホームラン記録の更新はなるのでしょうか。まあ力が入ってしまうでしょうけど、できればリラックスして臨みたいところですね。そうですね。ジャストミート。センター下がっていく。下がっていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。三塁回って今ホームイン。主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。5番バッター九里。バファローズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。これはファーストゴロ。山川抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。試合を制したのはオリックスバファローズです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいいね。